役一家の奥方、死に戻りして心を入れ替える。星さん、タイトルのまんまの作品であり、王道を行くなろう系悪役令嬢ものとは違いひねりを入れた作品。主人公なチート級に内政がくっそ激烈に得意な内政魔人のメスであり、賄賂だったり権力を武器に家族の最適な道を歩めるように、例えば長男は有力貴族として出世できるように弱みを握ったり賄賂を駆使して権力の地位に仕上げて、長女は好感度をコントロールして王家に嫁がせてといったくっそ優秀な副作だったが、国家転覆の罪とか宇宙が膨張しているとかの理由で侍女に中殺されてしまう。そこからなぜか20年前にタイムリープした主人公の元副作は自分の血を分けた娘に殺されたトラウマから、今度こそはもっとうまくやるということで頑張るシナリオ。シナリオの運びがくっそ激烈にお上手で、優秀な副作が早々悪事をやめて改心するなんてしないだろうという部分をトラウマという設定をつけたり、当たり前のように違法薬物をこっそり生成していたりと考えうる最適な行動をしててべね。性格自体は前世の反省から偶然になるような感じではなく、副作として失敗した身の足を踏まないように娘に将来殺されないように娘よりも魔導士として強くなろうとレベリングしてたら、その地域に存在する村人に感謝されるといった感じのシナリオ。この漫画のくっそ激烈に面白いところは主人公が改心してアマちゃんになるのではなく、ベースは内政の鬼の合理主義マンなのだが、手段が違うだけというシナリオであり、この手のシナリオを書けるシナリオライターは稀有。くっそ面白いので大変おすすめ。